はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ED 改善、そして中折れをねする方にはとっておきな股関節、鼠径部のストレッチを紹介しようと思います。やはりですね、下半身の血流アップするために下半身のトレーニングも大事なんですが、やはりですね、その部分、やはり下半身周りがですね柔らかい方が血行がいいですから、ぜひ真似をしてストレッチをしてみてください。じゃあ行きますんで、ぜひね、一緒にやってもらえたらと思います。まずですね、股関節をストレッチするんですが、まず何か手すりか椅子を持ってもらってですね、やっていきます。まずは自分の足だけではなくて手を使ってまずやっていきます。正面に足を上げて、横に上げて下ろします。まっすぐ抱えて、横に回して下ろすと。まっすぐ上げる、横に回す、下ろす。これをまず3回いきましょう。1、2、しっかり抱えて、しっかり真横ですね。3、そしたらですね、手を使わずに自分でいきましょう。1、2、丸を描く感じではなく、四角を描く感じですね。L の字を描く感じでやっていきます。3。はい、今度反対いきましょう。しっかり抱えたら、横に回して下ろす。これ3回いきます。1、2、3。じゃあ今度は自分の足でいきましょう。1、2、しっかり股関節をですね、柔らかくしていきます。3、はい、OK です。今度は床でやります。今度はですね、床でやっていくんですが、まずですね、足の裏を合わせてできるだけ、かかとを股関節の方に近づけます。できるだけですね、リラックス、股関節をリラックスさす感じで揺らしましょう。こういう感じです。で、下まで足がつく人は、手は使わずに、揺らしてもいいんですが、もしこうなっちゃう人、股関節硬い人はですね、手で軽く床に押す感じで動かしていきましょう。できるだけ股関節をリラックスさせます。揺らしていきます。だいたい今15秒くらいですね、やっていきます。そしたら今度はですね、足を少し前に出して、同じように股関節の力を抜いて柔らかくします。硬い人は手で動かします。こういう感じです。動かしていきます。で、今度はこの逆をします。足を逆にですね、こういう感じで、こういう感じで足を揺らしていきます。これ少し痛いですから、もし両足でこの足を動かせれない人は片足ずつだけでもいいです。こういう感じで股関節を下に動かしていきます。で、反対もいきます。股関節を動かします。こういう感じです。はい、そしたらですね、今度は足の裏を合わせたまま寝ます。そしたらですね、鼠径部を指でマッサージしながら足を揺らします。この鼠径部ですね、こういう感じで鼠径部をマッサージしながら足を動かします。で、今度は反対です。足を逆に回して動かします。はい、お疲れでした。今みたいにですね、鼠径部と股関節をしっかりですね動かすことによって、下半身の血流が上がります。これと一緒にですね、やはり下半身の筋トレも大事なんですが、上に持ち上げていくマッサージ、オイルとかボディーソープでもいいです。お風呂で入った時とかでもいいです。なので下半身をしっかり上に向けてマッサージをしましょう。下半身も鍛えることもいいんですが、下半身のマッサージをすることによって、下半身の筋肉の緊張が緩んでですね、血流が上がりますんで、ぜひね、ED
にお悩みの方とか、あとは中折れしちゃうって方にはですね、おすすめです。そしてあとですね、体がバキバキな人でもやっぱり中折れしちゃうっていう人はやっぱり結構いてですね、そういった方はやっぱり筋トレと食事っていうのをやはりちょっとストレス溜まるほどストイックにやりすぎちゃってるパターンがあるんで、やっぱり下半身をね元気にさせるためにはやっぱりストレスっていうのがちょっと関係してきますんで、まあストレスを溜めない程度にほどほどにするとですね、下半身も元気にみなぎってきます。ぜひやってみてください。高評価コメントどしどしお待ちしております。